はい、信太郎です。今日は、いつも PS4 でゲームしてるんですけど、今日はパソコンの方でゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームはちょっと読み方がはっきり分かってないんですけど、一応ハーストーリーですかね。ヒストリーなのかハーストーリーなのか分かんないですけど、まあとりあえずハーストーリーということで通していきたいと思います。もし間違ってたらご指摘いただいたら助かります。で、このハーストーリーというゲームなんですけど、まあ全然ちょっと新しいものではなくて、3年前の、2015年ちょうど3年前ぐらいに発売された、ちょっと古いゲームです。で、このハーストーリー、どんなジャンルのゲームかということなんですけど、おそらく推理アドベンチャーゲームみたいな感じでいいかなと思います。で、まあ結構名作と言われていて、まあでもこういうちょっとアドベンチャーゲームっていうのはネタバレしてしまったら面白みがグッと下がってしまうので、僕はもうほとんど見ずの今状態です。で、ちょうど前からやりたいなと思ってたんですけど、ちょうどあのSteamの方でセールが、サマーセールがあってて 60% オフで239円だったので、あ、じゃあもうちょうどいいからこれやってみようかなと思って買ってみました。で、ちょっと今コンティニューってついてるんですけど、これちょっとさっき一回押しちゃったんですよね。なんでコンティニューになったんですけども、ほぼっていうか、まあもうここからスタートで大丈夫なはずです。で、ちょっと操作方法とかも全然わかんないんですけど、まあちょっとやりながら調べながらやっていきたいなと思います。じゃあ始めます。楽しみですね。ん？何これ、パソコン？何これ、ちょっと待って、操作はどうすんだろう。マウスでやんのかな。あ、マウスだ。検索、なんかちらっと聞いた情報では、なんか動画、断片的な動画を探してそこから犯人を見つけ出すみたいなゲームらしいんですけど、こっから始まるんですね。自分で検索して探せってことですかね。今の状態で全くヒントがないんですけど、とりあえずこれで検索をしていいんですかね。検索と参考のクリップが見つかりました。ユーザーセッションに保存されたクリップ、この3つの動画をとりあえず見ればいいってことですかね。じゃあこれちょっと見てみましょう。11秒、短い。You think it's murder? I mean, clearly it's murder. What can I do to help? まあ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 、まだあのプロローグ的な感じですかね。なんかヒントがあるとかそういうわけじゃないで、何が起こったのかみたいな感じでしょうね。じゃあ次の動画ちょっと見てみます。Yeah, that's me.February? I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Simon の殺人。これ同じ人ですかね？赤い服の今の人と。Simon の殺人、主人の殺人みたいな感じですかね？ああ、同じ人っぽいですね。はい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 。誰が撮ってんだろう。じゃあ、再生をします。I'd like to speak to a lawyer now.
You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other, just that. Stories.なるほどなるほど。ちょっとまずいろいろ触ってみましょうか。どこ触れんのかちょっとわかんないんで、検索は触れるでしょ。これなんだ、検索、あ、履歴、これは映像、あ、まあ、字幕はいるでしょ。アンチグレアってなんですかね。ちょっとリアルなリアルな検索でちょっと調べていいですかね。ちょっとパソコンなんで、アンチグレア、なんだろうアンチグレアって。あ、見やすくなんだ。あー、なんかでもこっちの方が雰囲気出る感じじゃない。ちょっと一回動画見てみようか。 You think it's murder? I mean, clearly it's murderどっちがいいだろう。なんかこっちの方が良くない？ You think it's murder? 見にくいかな。とりあえずとりあえずこれでやっていきましょうか。あー、これはゲームをやめるやつかな。あー、終わっちゃった。これはロジックデータベースについて、コンピューターのテクノロジーは現代の警察活動の効果を担うものである。ロジックデータベースは我らの仕事の流れをデジタル化し、より活用しやすい形で証拠を保存するための試みの一つです。犯罪に対処するための最優秀ツールとしてコンピューターの需要は今後も一層高まっていくことだとされています。このデータベースではポートマチの凶悪犯罪関連アーカイブより集めたビデオ映像が収納されています。ポーツマスの凶悪犯罪関連アーカイブで集めたビデオ映像が収納されています。はい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 、警察のデータベースみたいな感じですかね。でそこから今検索して、犯人の手がかりを探し、また洗い直しているって感じですかね。テクノロジーによって自動的に整頓され、各証言は個別のクリップに分割され保存される。そういうようなキーワードを追加することで法廷の提出などを活用することができます。クリップを取得するには検索ボックスに言葉を入力する必要があり、合同言葉を入力し検索をすると、その言葉を含まれるクリップが検索されます。また半角スペースで区切って複数の言葉を入力すると検索の幅を狭めることができます。スーパーマーケット、スーパーマーケット、テープを文字に起こして資料など手元にある場合、テープを文字に起こした資料など手元にある場合は発言の全文をダブルコンテーション。ああ、はい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 、普通の検索のやつだな。テープを文字に起こした資料などが手元にある場合、はいはいはい、もうあの喋ってることをそのまんま、ダブルクォーテーションで囲んでってことを、はい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 、あ、なるほどなるほど、普通の検索と一緒ですね。で検索したクリップを後で参照したい場合はセッションに保存をクリック、大事なやつはセッションに保存するみたいな感じですかね。またタグボックスに任意のキーワードを追加しておくと、その言葉からクリップを検索できるようになります。その他の質問に関しては所属する署内の IT 担当者にお問い合わせください。ポリスインフォメーションテクノロジーオーガナイゼーション、警察ですかね、一応。まあ、ここ説明みたいな感じですね。こいつがデータベースは情報公開法に沿って申請し、ゲストとしてアクセス権を取得しておいたよ。見たところちゃんと機能しているんだな。こちらのオリジナルのビデオテープからの移行に、まあ、1999年に行われたみたいだが、その後の
イツ系騒ぎやなんやらでこいつは放置されたままになっていたようだ。残念ながら刑事の映像が入ったサーバーの方は見つけられなかった。あるいは1997年の洪水の際にやられてしまったのかもな。何にせよこれだけでも情報としては十分なはずさ。 SB 誰だ、ゴミ箱。ほう、なんだこれ、クラックスウィズクラッツ、なんかさっきの説明とか見てる感じクラッカーって書いてるし、警察じゃないで警察のデータベースに今ハッキングしてるって感じですかね。なるほどなるほど、いやわかんないですけどね、ただ予想ですけど。ミラータイプオセロなの、あとか一人でやんのこれ、ゲームをやってたのかな、ここで一人で暇だったのかな。ちょっと最後まで行ってみていい、どうなんのか全く分かんなくて、適当にやっていきましょう。何も起こんないよね、特に。まあ、あ、すんごい青優勢になっちゃってる。なるほど、こんだけね、はい、これセッション終了したら、ああケイちゃんのね、はい、よし、じゃあ本格的にやっていきましょう。ちょっともう一回見ていいかな。 I'd like to speak to a lawyer now. You have no murder weapon. You have nothingAnd all these stories we've been telling each other, just that, stories. これじゃないな。 Yeah, that's me. But February, I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder?ちょっとこれメモっていかないといけないかな。2月で数ヶ月前。サイモンの殺人。あ、でこれはいつだ？94年の。February, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? これって1994年の1月7日なのかな？それとも7月の1日なのかな？ちょっと他ので分かんないかな。90年の6月27だから7月の1日だ。はい。1月の1日で、この数ヶ月前、2月、いや5ヶ月前に、94年の2月に殺人が起こったってことですかね。で、なるほど。でこれ、あの他の人の動画とか見たことないからこういうやり方で合ってんのかどうか全く分かんないんだよね。一切見てないから大丈夫かな。これちょっと保存しとこうかな。で今サイモンっていう名前が出たんで、ここに殺人でサイモンって入れればいいんじゃないかなと。サイモンで、これで検索しましょう。
これしか出てこないの。 Yeah, that's me. But Pepe, I was months ago. あ、じゃあ殺人は消して、サイモン。いっぱい出てったな。5番目の52個のクリップ、あー、ちょっともうちょっとあれした方がいいのかな。殺人違うな、死亡、事故、あ、違う、ダメだ。あ、いや、まあとりあえずじゃあこれを見ていきましょうか。Simon Smith. はい、サイモン。He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. Simon does the more special work, mirror making, feature windows, artistic things, really beautiful things. サイモン、名前出てきましたね。サイモンスミス。Simon Smith. He works at Ernst Brothers Glass. アーンストブラザーズ。They do windows, all kinds of glass. アーンスト。Simon does the more special work.Mirror making, feature windows, artistic things, really beautiful things. Simon Smith. He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. ガラス会社ね。Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things, really beautiful things. ガラス会社、なるほど。これどうなんだろう。保存しとくべきなのかな。大事そうなやつはとりあえず保存していくか。じゃあ次これ、再生。It's the Rockington Arms, the Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there, some extra. イラン情報もいっぱいありそうだな。And the barmaid they have sometimes, Helen. Peter says, It's the Rockington Arms, the Rock. 停止できないのかな。ザ・ロックはピーターとスーザン。The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with. Susan. And the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter said Simon had been in and had a few drinks. なるほど。It's the Rockington Arms, The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with. And the barmaid they're having sometimes, Helen.サイモン常連。Peter said Simon had been in and had a few drinks. ヘレンもたまに働いてる。で、なんだったかな。で、当日も飲んでいた。なるほど。次行きましょう。Yes, there's an abstract one.No one uses it for very much. There's a printer so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. You know, ちょっと待ってくれ。Yes, there's an abstract one. No one uses it for very much. There's a printer so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. You know, save the princess. That kind of thing. ちょっとわかんなくなるね。この人どうしようかな、名前。この人多分妻でしょ。この人妻。Yes. 妻。There's an abstract one. No one uses it for very much. There's a printer so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. で、サイモンは時々。Save the princess. ゲーム。塔に登って。あ、まあこれはいいや。書かなくていいや。これなんか、あ、なるほど、あ、なるほど、なるほど。タグっていうのをつけていけばいいのかな？キーワードを追加することで、法廷の提出の際などに活用、このデータベースはボツマンの時は分かんないから、保存されているため、そういうようにキーワードを追加することで、クリップを取得するには検索ボックスに言葉を入力する必要が、
なるほど。一応書いてていいのかな、どうなのかな、ちょっとわかんないな。アムスタラット、あーダメだ、アムスタラットゲーム、なんか一応キーワードっぽいこと入れときますよ。じゃあでこっちがザザロック、あま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 あ一個一個なんか入れとけばいいかな。これなんだっけ、サイモン、サイモン・スミス、He works at Ernst Brothers Glass。 はい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 、まあサイモン・スミスと、あとあと分かりやすいんかな、こうしよったら、もしかしたら。次行きましょう。Simon isn't the type to run off or do anything crazy. Someone must have done something to him. 事故ね。There must have been some kind of accident. So what do you do next? これはちょっとどうでも良さそうな、どうでも良さそうなやつもなんか書いてた方がいいかな。こっち行きましょう。Thanks. Please find Simon. I love him so much. 6月18日僕の誕生日ですね。関係ないですけど。まあこれもどうでもよかったと。はい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 。ちょっと今出てきたキーワード。これ見えますかね、このメモ帳。ちょっと見えなかったらすみませんけど。94年の2月に殺人が起こった、サイモン・スミス、ザ・ロック、ピータン・スーザン・カップル、ツーマー、アームストラットのパック、まあ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 だ、まあまあこの会社名か、アーンスト・ブラザーズっていう会社名か、まあでも一番ちょっと調べたいのはこのザ・ロックっていうバーですかね、これ。バーですかね。じゃあちょっとこのザ・ロックっていうのをちょっと調べてみましょう。あ、コピーができないか。ザ・ロックと。おお、3つ出てきましたね。これさっきのやつですね。いきましょう。So, it was Friday evening. We had an argument. He left. On Saturday, he didn't come back. I waited all day. He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked. Didn't come back. 金曜口論で出ていく。On Saturday, he didn't come back. 土曜は。I waited all day.エリックを手伝う。He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at the Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to come see you. His parents haven't heard anything either.なるほどなるほど。So Eric was ringing on the phone. I checked at the Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. なるほどなるほど。Again, so I decided to come see you. 金曜の夜に口論して、こう金曜の夜に口論して出て行った。でザ・ロックに飲みに行った。で次の日また新しい名前がエリックという名前が出てきたんですけど、まあまあ何かを手伝いに行くはずだったのにサイモンが来ない。で警察に連絡ってことですね。はい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 。じゃあ次行ってみましょう。Oh God, I don't know. I mean, I guess the Rock.
You've spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. I don't know. ちょっと待って、これは一緒の人？ It's the Rockington Arms. The Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. Oh, 一緒かな？ God, I don't know. I mean, I guess the Rock. You've spoken to everyone there.Someone must have seen where he went. I don't know. So many things could have gone wrong. なるほど、なるほど。ここで、そうですね。まあ、ちょっとエリックっていうのが気になりますかね。まあ、エリックを調べるか、ピータンとスーザンを調べるか、ヘレンを調べるか、ザ・ロック、あ、ザ・ロックはこれか。そうだな。エリックを調べてみましょうか。14個のクリップ。最初の5番目。なるほどですね。こっからは、こっからエリック関連を調べたいときは、まあ、スペース入れて、絞っていかないといけないってことですね。まあ、とりあえず4個見てないやつが出てたんで、これ見ていきましょう。He was wearing, a shirt. A blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch.はい、ちょっと戻ります。青いタオルとネックにジーンズ。腕時計。素敵な。ちょっとなんか今いいキーワード出てきましたね。He has a watch. It's a really nice one.上司のエリック。上司のエリックにもらった時計。ほうほう。エリックは上司なんですね。ダッフルコートがも着てるはず。着てるはず。見当たらなかった。なるほど。あ、いいですね。ここ全部見終わったら、そうですね。エリック、アーンストブラザーズ、エリックとかで調べたら、もうちょっと濃いやつ出てきますかね。じゃもう一個動画見てみます。Yes, there's a car that we share of Cavalier.And a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked on the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. ちょっともう一回いいですか? Yes, there's a car that we share of Cavalier. And a van he uses for work.仕事用のバンをエリックに借りてる。2台とも2台ともある。多分バンの鍵もある。ジャガーリー、なるほど、なるほど。これ服装、そうですね。次行きます。Yes, that would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash. はい、すみません。ちょっと録画が途切れたので、気を取り直してやっていきます。Yes.That would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so Visa. He usually pays with cash. But...
convinced him to get one. That would be in his wallet. It's a Visa. A silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. エリックに説得されて持つようになった。なるほどなるほど。銀色はどうでもいいだろうから、例えばビザですかね。Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Eric's の奥さんのダイアン。なるほど。はい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 。とりあえずエリックが気になりますね。エリックの奥さんダイアンを調べるのか、それとも会社の名前でエリックで行くか、どうしようかな。ダイアンを調べた方がいいかな。まずダイアン、あ、いいですね、いっぱい出てきましたね。はーい、ちょっと結構書きすぎ、タイピングしすぎたな。ちょっといろいろ箇条書きでやってるんですけど、まあとりあえずは、まあ2月に殺人が起こる、殺人っていうか、まあまあ行方不明なんですね。おそらく行方不明。で、まあ行方不明者はサイモン・スミス、多分喋ってる人の旦那さんかなとは思います。で、まあザ・ロックっていう、まあ、ピータンとスーザンがやってるカップルが経営しているところ、まあ、ちょっとここまだ調べてないんで気になりますね。ピータンとスーザンでカップルが経営で、サイモン常連で、これヘレンっていうのもいましたね。ちょっとあと検索するようにちょっと鍵括弧をつけてます。でムスタラ、ここは関係ないかなと思うんですけどね。まあここ大丈夫でしょう。で金曜に口論して出て行って、でサイモンはザ・ロックにいた。で土曜はエリックって上司ですね、上司を何人かを手伝うはずだったのに来ない。でそのまま行方不明、遺体は出てんのかな、ちょっとまだ分かんないですけど。でエリックで、でなんかエリックに説得されて持つようになったカード。まあカード便利ですからね。でもわざわざ説得っていうのもちょっと怪しいですね。でエリックの奥さんのダイアンで、今ダイアンを検索してるところですね。はい、じゃあ今回の動画はここで終わります。今んとこちょっと面白いっすね。面白いというか、まあ、ちょっと仕事っぽくなってますけど、ちょっと消えちゃった。面白いというか、なんか仕事っぽい感じになってますけど、まあ操作を検索してデータベースから引き出してみたいな感じですかね。これ誰がやってるんでしょうね。この奥さんがやってるっていう体なんでしょうかね。奥さんが検索、発見かけて検索してるのか、どうなのか。まあ、ちょっと、これどう、なんか、検索するだけでなんか、なんか犯人をなんか、入力するとこがないんですけど、なんか終わりみたいのあるんでしょうかね。まあそこら辺もちょっとまだわかんないですけど、まあ、とりあえずはまだネタバレのサイトとかを見ず、このまんまやっていきたいと思います。では動画最後まで見ていただきありがとうございました。
よかったらまた次回の、ハーストリーの動画も見てください。ありがとうございます。